福井康樹さん。日本共産党の福井康樹でございます。私は、学校給食について質問いたします。通告書とは順番を変えて質問いたしますが、よろしくお願いいたします。今年の3月議会で、宇都宮議員が学校給食について質問いたしました。中学校給食の実施に伴い、当初は学校給食のあり方をセンター方式が望ましいと、このように答弁されております。ではこの間、自校給食の良さ、センター方式の良さを論議されましたか。それはもしされたとしたら、それはどんな機関で、どういうメンバーで、どれだけ審議されましたか。またその中でどんな意見が出されたか伺います。長浜教育次長。はい。中学校給食、学校給食に関して、これまでどんな、論議がされていたのかというご質問でございます。その前提としまして、先ほど、議員もお触れになりましたが、学校給食の取り組みの、状況について若干触れさせていただきます。中学校給食の実施に向けては、平成23年度以降、検討を重ねる中で、25年度の宮津小学校校舎改築検討委員会等において、また本年度の学校給食のあり方懇談会においても、センター方式を前提とした検討を行ってきたところでございます。で、現在、センター方式での具体的運用方法について、細部の詰めを行っているところでございます。そうした中で、この最後に申しました懇談会の実施する中での内容、概要については、8月の文教委員会の中で福井議員もおられたと思いますが、一定ご説明をさせていただいたかだというふうに思っております。で、懇談会のメンバーは、言わせていただきますと、保護者代表としまして、小学校の PTA 役員宮津市長、府中市長と、あと中学校、今回は中学校給食ということも念頭に置いておりますので、中学校の保護者代表、これは組んだ中学校、と幼稚園の保護者代表として幼稚園の PTA、それと学校から日置小学校長、中学校長として宮津中学校長、あと幼稚園と代表としまして宮津幼稚園長、あと、宮城、郡田省、養老、吉津省の栄養教諭と、市の栄養士が参加をしまして、議論の場としては2回、その、もう1回、福知山の、学校給食センター等、職員が代表して、行きまして、いろんなそういった事例の発表をしております。それも含めて3回の議論をしております。で、その、主な議論の中身でございます。で、皆さん意見とすると、まず中学校給食の、としては、大半の保護者が要望しておると、早期に実施をお願いするということがまず、意見でございました。あと今後に向けて、幼稚園給食の実施も、大半の、保護者の要望である。で、先ほど来、事例として出ております。ただ、幼稚園といいますとアレルギーが多い年代であることから、多くの課題もあるなというような意見もありました。で、それぞれ幼稚園、特に幼稚園の保護者の方には、保護者の方の意見を持ってアンケート等もしていただきながら、会議にも参加いただくということでございます。それと、この会議の大きな目的でございます。どうしてもセンター方式になることによっての懸案材料を保護者の方等を中心に持っておられる方が多くおられるというふうにも思っております。そうした中で、それらの懸案事項については、いろんな事例を、申しながら、解消できるというふうに懇談会の中では、意見として伺っております。例えば、安全管理の面、先ほど出ております、アレルギー等の対応の、除去食の対応の面、それと、食育の取り組み、給食指導等も従来通りできるといったこと、あと、
いろんな例えばどうしてもセンターになったりすることによって、安かろう悪かろうの食材になるんじゃないかなというようなこともございましたが、食材の、調達メニュー決めるのは今まで通り教育委員会ということでございますので、町産地消、食育の面も含めて今まで通り今まで以上の対応ができるというようなことを、言わせていただく中で、会議の、総意とすると、センター化について問題ないというようなご意見が総意であったというふうに考えております。以上でございます。はい、福井康樹さん。今言われました内容についてですけれども、これは論議としてはセンター方式、の方向でということで論議されたということですから、この自公方式の良さとかそういうことは、具体的に論議をされて、ないんでしょうかということ。論議されてないんですね、そういう点での。長浜教育次長。申し訳ございません。自公方式の、良さといいますか、それに関わるご意見もいただいております。これは一般論でございますが、例えば私どもそうでしたけど、給食長グリーン、給食のおばちゃんというような言い方をよくしましたけど、作っておられる方の顔が見える、どなたが作っておられるといったことはこちらも分かるといったこととか、10時ぐらいになったら給食の何ともいい匂いがして、今日は何があるんかなとかいうようなことがあるというのは、ちょっとノスタルジーも含めて思いがある、そういった意見は出ておりましたし、これは一般的にはある意味自己方式の良さなのかなというふうに思っております。ただ先ほども申しましたように、自己方式でないとできないというようなことはかなり少ないといいますか、仮にそれがセンター方式であっても、そういった良さは一定フォローできるということも含めて、センター方式という方向での議論をさせていただいたということでございます。以上でございます。福井康樹さん。それではですね、なぜセンター方式が望ましいというのか、その点の理由を伺いたいと思います。長浜教育次長。はい、中学校給食を含めまして、この給食は、宮津市子ども子育て新事業計画との重点プロジェクトでございます。また保護者の皆さんからも早期の実現が期待されておる重要な施策であるというふうに認識をしております。このため、給食の質、食育面などこれまでの、自己方式 で行ってきたいい面は維持存続するとした上で、これまで重ねてきた検討の上に立ちまして、まず経済性、それと施設面も含めて安全性、それと早期実現性などを総合的に勘案し、センター方式とさせていただくといった中で、今後具体の運営方針を決定して、また報告なりをさせていただきたいなというふうに思っております。以上でございます。福井康樹さん。センター方式のなぜいいのかという点で経済性というのは言われました。で、その経済は要するに自公方式の方が高くするとかそういうことにの考えを持ってないと思うんですけども、この自公方式でやった場合とこのセンター方式でやった場合のこの試算ですね、経費の試算、価格ですか、そこら辺のその判断というのは具体的に内容はどういう内容だったんでしょうか。長浜教育次長。はい、試算といいますか、
数値は一定、整理を仕掛けております。で、今時点で、概算他市の事例等を見ながら、一般論も含めて、経済性を言わせていただきました。ただ数字を、また、詳細詰め切れてない面もございます。一定さらに、精査をしまして、詳細な部分を詰め、また、近い、間に、その数字も含めてご報告させていただきたいということで、現在その詳細な部分を詰めておる、設備表の、効果比較については現在詳細を詰めておるという状況でございます。福井康樹さん。先ほど経済性についてというのを言われました。その中に言われたのは、その一つの大きなですね、そこの点がなんか重点になっているような気がします。ところが今答弁されましたわけですけども、数値は今詰めておるということでしたね。そんなことではですね、ただ経済性でどうのこうのかという点での判断がつかないじゃないですか。それはどうなんですか。長浜教育次長。はい、数値としては一定、出しております。ただ発表の場として、もう一度再度、詰めをして、できれば最終日の全員協議会の場などを使わせていただいて、そこの場で、述べさせていただきたいということでございます。当然今の段階で、どちらということを判断する中において数字は、一定、こちらとしても把握はしておりますが、また詳細の部分最後の詰めをさせていただきたいということでございます。福井康樹さん。今言われましたその話は、審議会でしたかね、の中では一応言われてるわけですね。数字は報告されてるんですね。長浜教育次長。懇談会の委員の皆様に、設備を作ったら概算で何億円というのは数字までは申しておりません。で、少し考え方を述べさせていただきます。現在事項方式で各校に給食室を置いております。で、こういったこと申し上げにくいんですが、国の、衛生基準が年々、厳しくなるという中で、今既存不適格といいますか、現場でいろんな工夫をいただいてしておりますが、どうしてもハード的には不足する面がございます。で、それをすべて、やり替える、当然これは遅から早からやり替えなくてはいけない。仮に自己方式で未来を行くということであればやり替えなくてはいけない。さらに中学校を新たに加えるのであれば、さらにもし幼稚園もということであれば、それぞれの学校に国の基準に合った設備を作らなくてはいけないという事象がございます。例えば今でしたら食材が運ばれて同じ部屋の中で下調理をし、実調理をし、でちょっと離れたところで同じ調理する方がアレルギー対応の調理をするということでございます。これは現行のやり方でいうと、少し不足しておるというか、物理的に、いわゆる汚染区域といわゆる調理する区域を分ける、そして、アレルギー除去の食事を作る方の部屋を作る、で全然他のアレルギー以外の食物に触らない方を雇う、それをそれぞれ小規模大規模関わらずそれぞれの学校で同じ設備をし同じ人を配置するということはどう考えても効率的ではないということは申し上げさせていただいております。という中でそれらを実証を見て分かっていただく数字の今精査をし、近いうちにお出ししたいということでございます。以上でございます。福井康樹さん。今言われましたその費用のことについてですが、概算的にどのぐらいになる違いがあるか分かりませんか。そこら辺は、きちっとしたものでなくても。長浜教育次長。すみません、8月の総務勉強委員会でそのことも含めてご説明させていただいて、9月議会中にということで言わせていただいたというふうに思っております。で、この機会で答弁いただいて、ある意味発言機会与えていただいてありがたいんですが、ここで、
まだ今段階で、数字を出すとそれが一人歩きすることもございます。一定それも精査させていただいて繰り返しになりますが、近いうちにそれも含めて説明する場を設けさせていただきたいということでございますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。福井康樹さん、それではですね、やっぱり判断がするこの時間というのか、その内容がね、やっぱりきちっと理解できないのか、その最終日に出された採決だということではね、これはそんなことにはそういうのか丁寧じゃないと思うんですね。しっかりそこのところは論議し判断ができるように、資料も提出それまでにしっかり提出していただいてですね、論議を深めていく場を設けてほしいなと思います。がいかがですか。長浜教育次長。はい、これも繰り返しになります。この施設の設置は、給食センター設置の責任者として市が責任を持って設置をさせてもらうものでございます。それを前提としまして、懇談会も設け、皆さんの意見もいただいたということで、方向は決めさせていただきたいという中で、その中身について、皆さんからご意見いただく場、ご理解いただく場を設けさせていただくということで、資料も事前に配布をさせていただいて、報告させていただきたいということで、ご理解賜りますようよろしくお願いします。ここで暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。福井康則さんの先ほどの康樹さんの質疑におきまして、センター方式と事項方式 の, 費用設備費用等の関係につきましては、総務文教委員会の方で行ってご説明もあり、9月議会の方で提出をさせていただくといった形で整理がされているようでございますので、次の議題に移っていただきたいと思います。はい、福井康樹さん。それでは次の質問に入りたいと思います。地産地消の点でですね、学校給食を通じて野菜とか地元の食材ですね、これを、市の方ではどのように、センター方式になった場合に考えているのかということと、当市はですね、現在地元の食材をどのくらい使っておられるかと、その点を伺いたいと思います。長浜教育次長。はい、まず順序逆になりますが、当市でどのぐらいの割合で地元の食材を使っておられるのかという質問からお答えさせていただきます。地産地消の観点、食育の観点も含めまして、今、学校給食における市内産の、市内産でございます食材の割合は、約 40%、 これ、食品数ベースでございます。これはもう近隣市町でもトップクラス、トップでございます。でという中で、子どもたちに、宮津の食材食べ物はおいしいと言ってもらっておりまして、それがふるさと宮津への愛と誇りにつながっておるというふうにも考えております。で、といった中で、先ほど来が出ております、この、近隣市場でもトップクラスの地元、食材利用については今後か、センター間になってもそれは、続けたい、今ちょっと同じように、今教育委員会なりが責任を持って食材を調達し、提供していくという考えには変わりございませんので、この、いいところはそのまま継続していきたいという考えでございます。以上でございます。はい、福井康樹さん。今言われた約 40% はこの地元産市内の食材だというふうに言われましたが、その計算方法っていうのはどういう内容なんでしょうか。長浜教育次長。はい、これは品目ベースでございます。10品目あればその中の4品目は、地元産を、市町村産を使っているという、カウントの仕方でございます。福井康樹さん。その 40% というその計算ですけれども、品目を基本にして、パーセント出すというのはね、
この実際の量だとか金額だとかいうのが、それの 40% というんではないんですね。例えば米だったら、米がこんだけ使われてその 40%、 例えばそういうんだったらよく分かるんですけども、そういう計算方法っていうのはできないんですか、分からないんですか。長浜教育次長。はい、地産地消という観点のみで捉えれば、給食費がいくらあって、その中で地元の食材を金額として何パーセントという数字が、重要、ベースなのかなと思っておりますが、学校給食においてはまず食育の観点が第一位でございます。で、テーブルの上にどんだけの食材、地元の食材が並んでいるのかということを観点で、一般的には、品目ベースでの数字を使っておるというのが実証でございます。なお金額等については出せないことはないですが、かなりそのために事務もあります。考え方としては出さないではないですが、通常、出していないということでございます。福井康樹さん。はい、今言われたことは分かるんですけども、しかし非常にこの給食を通じたこの経済効果というか、そういうのは非常に大きな内容を持っておりますので、そういう点でまた先言った資料ですね、科学については出せんわけではないということですので、そこら辺も含めて今後ぜひ出してほしいなというふうに要望をしたいと思います。またこのセンター方式になってもですね、なった場合ですが、その場合に今の自己方式でやっているよりもこの仕入れ量が減るということはないんですね。長浜教育次長。方式がどういう形になっても基本的に、子どもの数が変わらなければ同じ量の、食材を仕入れるということになります。でいうことではどういう桁であっても、仕入れ量は変わらないということでございます。福井康樹さん。この間私、議員団で3人で、福知山給食センターにちょっと視察に行きました。宮津市も行かれたと思うんですけども、その中でですね、食材を機械に合わせてその規格に合ったものじゃないと使えないということが説明されていました。例えばキュウリはですね、まっすぐしたものじゃないとダメだと。あるいは玉ねぎ、これは1個あたり250グラムぐらいのものじゃないとダメだと。ダメだと。でそのよりも小さかったら落ちてしまうわけですね。皮がむけないということで大変な作業になるんだということを言われています。そうすると今言われた点から言うたらね、それで減らんということになるんですか。長浜教育次長。はい、例えば自己方式、すみません、センター方式でやっておられる自治体、センター、各センターで、それぞれ運営まちまちでございます。福知山はそういう考え方で、例えば曲がったキュウリは使わないとかいうようなことでしておられるかもしれません。それはそれぞれ市町が持つ運営の方針で変えられると思います。基本的には先ほど何から何回もか申し上げておりますように、地元食材を使えるような方針、またその仕組み作りをしてまいりたいなというふうに考えております。福井康樹さん。次にですね、アレルギー対策、この対策についてですが、このアレルギー対策についてはそのアレルギー除去食を作って、この例えば宮城小学校では、20種類ぐらいのものを作らなければならないというふうに聞いています。非常に細かい対策が必要になるわけですけれども、そういうその対策がセンター方式でできますか。
長浜教育次長。はい、これはまあこちらの考え方といいますか、それをに対応した運営施設という前提でございますが、他市の事例でも、本市も実は先進的に、アレルギーは対応してございます。27品目の対応しております。これも近隣に比べて大変進んだ頑張って現場もやっておるということでございます。それらに、の、レベルは落とさないという前提で、センター化方を、進めてまいりたいというふうに考えております。福井康樹さん。その問題について言いますとですね、福知山 の、 そのセンターではどういうか、アンケートとですね、そのアレルギー体質を持った子どもが一番多かったのが卵だというふうに聞いております。まあ、アレルギーの問題については、卵とか小麦粉、乳ですね、でそば粉とかカニとか、あるわけですけども、その中でまずは一番多い卵をですねの除去食を今試験中だというふうに聞いております。でそれをの結果をこの9月中に出すんだというふうに言っておられますから、具体的にそば粉だとか小麦粉とかそういうところでのね、その施策というか、そういうのは次におそらく出てくるんだろうと思いますが、福知山センターではまだそんなところに、そういう段階なんですね。ですから万全だというふうなことではないんですよ。でそういう点では実行方式が非常に宮でもきめ細かくやられて おられますけれども、そういうものになるのかなるのか言ったら、そこら辺はどういうふうに理解しておられますか。市の方も視察に行かれたんで、そこのところはどういうふうに理解されたんでしょうか。長浜教育次長。福知山市の事例を出されました。それぞれの市町がそれぞれの考えを持って、そういったアレルギー対応、除去食対応をしておられます。で視察に行かせていただいた側として、それについて評価でありますとか、こういう課題があるとかということは差し替えさせてはいただきますが、あくまでもそれは福知山市のセンターとしての対応でございます。で私どもがしようとしているセンター化、他市の事例ももし、よろしければご覧になったらかと思うんですが、センターであってもある意味うち宮崎市以上の対応もしておるところもございますし、それは当然コストもかかりますが、子どもの健康安全等を考えた上で、現在のレベルは落とさないということは想定をしております。何回も申しますが、福島市のセンターさんが基準ではないと、センターの基準ではないということを申し添えます。以上でございます。福井康樹さん。はい、それでは前言われましたように、センター方式になった場合でも少なくとも今の水準のアレルギー対策ができるということなんですね。長浜教育次長。はい、その通りでございます。福井康樹さん。それでは次の質問に移りたいと思います。福知山市では福知山学校給食会というのが相当前からあるそうです。この会は保護者、それから先生、栄養士、市の担当者などですね、またこの、そういう人に関わって給食に関わっています人を中心にして給食の在り方ですね、その給食の内容も含めて定期的に毎月論議をされておるようです。総合的な対策がそこで討議されているというふうに聞いておりますが、ぜひですね、こういう進んだ面を宮津市も取り入れてはどうかなというふうに思います。例えば
地元の野菜の出している農家とか、あるいは漁業者とか、その他の業者とか、そういう保護者はもちろんですけれども、そういう人たちを含めた、論議する場をですね、ぜひそういう進んだ経験に学んで、取り入れてはどうかと思いますが、いかがですか。中浜教育次長。はい、仮にセンター化できた彼でも、それがゴールでございません。それ運営の中でより良い給食に努めていくということは理念として持っております。そういったふうに、そういった形でいろんな方々のご意見を聞く場、食材を提供していただける方のご意見の聞く場というのことは、貴重、大事かなと思っておりますので、ご提言として受け止めさせていただきます。以上でございます。福井康樹さん。今月の9月4日に宮津青少年の協議会研究会がありました。その中でですね、教育長が子どもは宝であると、それにふさわしい環境づくりや教育が必要であるという、そういう趣旨の挨拶をされて、非常に私自身も同感であったわけですけれども、やっぱり学校給食もですね、先ほど言いました非常に大事な内容を持っていると、本当に子どもの成長を、健やかな成長していく上でも、この給食というのは非常に大事だなと、あるいは地域経済を活性化していく上でも非常に大事だなというふうに思っています。今先ほど言われました、非常にコスト面で高くつくということは言われました。しかしやはりね、子どもは宝であるという観点、この点から言うと、高くついても本当に、たくましい、本当に子どもたちが元気な、しかも未来が託せるような子どもに育てるためにはね、そのやはりお金が、資金がかかっても、ここはやっぱり外せないんではないかなというふうに思っています。そういう点でぜひですね、センター方式と比べると自己方式の方がはるかに優れていると私は思っていますので、その方向を再度検討されたいなと思いますが、いかがですか。長浜教育次長。はい、講演会の場で、子どもは宝であると言われた教育長の思いは私ども同じでございます。で、子どもの、より良い環境のために私どもは、仕事をしております。といった中で、先ほど来繰り返し言わせていただいておりますように、センター化にしても、安かろう悪かろうの給食は提供しないということを、確信をしております。といった中で、私ども行政預かる側の人間として、効率化をして、皆さんからいただいた税金を効率的に使うということは使命でございます。で、それで、余裕が出たお金を、錠剤を、他の教育政策に回すということも考えれますので、そういった意味で効率化ということは重大な視点であるというふうに考えております。以上でございます。福井康樹さん。それでは以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。